井上道康から1941年8月15日は、主に明治時代に活躍した経営派の歌人、国文学者、また眼科を専門とする医師でもあった。名は鬼読みで、通体とも言う。妖名は、松岡泰蔵。画後に、南天草。実定の一人に、民俗学を体制した、柳田邦夫がいる。1866年。 呪者松岡三夫の三男として、姫路元潮町に生まれる。松岡家は、張馬国の上東軍田原村、辻川の旧家で、父、三夫は、姫路藩の呪者、角田新三の女性、田島坊の弟として一時期田島家に席を入れ、田島賢治の名で私塾の忍術参考や、高校堂で修学し、後に医者となった。1877年、12歳で、 上東軍吉田村の医者、井上広史平の養子となり、この頃より、国学研究、文学活動を志した。1880年、東京帝国大学医学部予科に入学し、合わせて経営派の赤を学び始めた。この頃より、森鴎外と修正の交友を結び、1889年には、鴎外青千愛直文らと共に、 同人組織の申請者を結成する。同年8月には、バイロン・シェイクスピア・ゲーテ・ハイネなどの極めて西洋的な、助成詩を、厳選した和文や、看護の天河を駆使して訳出した、訳詩集、面影を、国民の友詞の明治22年8月2日、第58号書き閉じ込み付録として発表した。西欧ロマンの心情を的確かつ流暢な日本語で、表した。 この詩集は、若き日の北村東国や島崎東村をすこぶる感化したばかりか、新大使の形成とその芸術的消化にも大きな影響を与えることになった。1890年、東京大学医学部の卒業と同時に、以下大学附属病院眼科助手となり、2年後に姫路病院眼科医長として帰郷する。 その後、岡山医学専門学校の眼科の教授となって1902年まで、教理にあったが、その年の冬に職を辞して、再度上京し、内幸井町井上眼科医院を、丸の内内幸町一丁目町病院横町に開業した。1904年、論文によって、医学博士の学位を授けられる。同年、家庭衛生総書第一編を、執筆刊行。 本書は、北里柴三郎ら広範な専門の医師たちによる、一般家庭用の、家庭の医学書の原点であった。現存するもので、第10編まであり、怪我の対処方法から下流病、梅毒、淋病、結婚と浮気についての対処法などが記述されている、点で非常に実用的な家庭医学書として、愛読された。井上家に養子となった頃に文学に目覚め、 東大余カには、和歌の道に開花し国文学者、歌人として、名声を発していた。森用外は同僧であったが、道知僧の影響を受けて、文学の道に入った。彼が、文学に傾倒したきっかけはジップ、ミの影響が強い。ジップは、番州、辻川の代々医師の出で、医業の傍ら儒学、漢学、国学にも秀でていた。姫路では、 官学の私塾の主任教諭に迎えられ、明治初年には、針間の故郷辻川に帰っている。道康が、井上家に押し出されたのは、聖火が生活に困窮していたことが一因であった。江戸時代から明治になり、英語主流の教育が流行する中で官学を学ぶ人も少なくなり、実ップの三沢が、学者の常として、 生活のことなど、あまり考えず極めて困窮していたことがあった。道康は、以下大学卒業後、一時教理に帰り、姫路病院で、眼科医長を務めた後、岡山医選の教授として赴任、岡山の地で、後の家人としての基盤を確固たるものにしたようである。岡山時代に道康は、富士高長に興味を抱きその辞跡を丹念に追い、明治43年に、 藤井高商伝を出版している。岡山時代の道体の弟子の一人に、正宗白鳥の弟の正宗厚生がいる。厚生は兄に代わり、地元で家業の小間物親を継ぎ、その傍ら、井上道康に指示し、在野にありながら、後に、万葉集創作員日本古典全集万山全集等を編纂して、国文学会に多大の貢献をし、昭和二十七年に、 ノートルダム清志新女子大学教授に就任している。岡山での道安は、厳し段階会長など、和歌や、郷土史、国学等の中心的人物として過ごした。岡山伊仙教授を辞した後、井上家を継いで、舎医者になることなく、東京で、私立科医院を開業する。これは、道安と結婚した井上家の娘マが、出産のために、 辻川に帰省していた時に、身をものまま休止したこと、卒業後に道康は、姫路病院に赴任する直前に再婚して、井上家との関係が疎遠になったことも一因である。その後も、道康は、井上家の血筋が耐えないように、井上家の縁者から養子を取り、井上家を継がそうと、努力したようであるがダメだったようだ。弟の柳田国夫によると、道康は、 家のことは何も考えないで、世の中のことばかり考えている。交際が広く大雑把で国史の風格があったと書いている。森外とは、森邸の官庁老化会などに出席するなど懇親を深めた。森外は、道知を東京大学の文学部文学博士に押すが、異業が本文との理由で辞退した。外の縁で、 小出明や大口大二などの宮中家人と近くなり、1906年には、家会常磐会を結成する。同会は後に、山形有友をはじめとする大物も参加し、盛況を呈した。1907年を歌書よりうど。1916年から1922年までは、宮内省と文部省の食卓として、明治天皇御衆の編纂に携わった。 1920年級中古門館。1926年に官暦を迎えるとこれを機に、異業を畳み、以後は、稼働と国文学研究に先進していった。1938年、貴族院直線議員に直任される。議員在職のまま1941年7月14日、死去、満77歳。上代国文学の分野においては、 風土記について考察した、風土記信仰、同郷の江戸時代後期の国学者、藤井孝昌について綴った、藤井孝昌伝をはじめ、維新五発の試みとなった、万葉集全歌の注釈、万葉集信仰などを残している。また、天神神洋流柔術を、井上慶太郎から学んだ。1992年秋に、姫路文学館で、松岡五兄弟、 松岡かな江、井上道康、柳田国夫、松岡静夫、松岡永久天が催された。ありがとうございます。